オジャクは、ボスニア・ヘルツェゴビナ・ポサビナ県の都市を呼び、それを中心とした、基礎自治体でボスニア・ヘルツェゴビナを構成する二つの構成体の内ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦に属する。ボサンスキブロドを挟み、クロアチア国境からは約10キロメートル離れている。オジャクが、初めて言及されたのは1593年のことで、当時、オジャクには、要塞があった。 19世紀までは、オスマン帝国の支配下にあった。1908年以後、オーストリア・ハンガリー帝国に併合され発展するが、第一次世界大戦や第二次世界大戦を通じて、街の発展は阻害される。1980年代、オジャクにとっては初めて高層住宅が建設される。1990年代初めの、ボスニア・ヘルゼゴビナ紛争時、 オジャクをはじめとするポザビナ地方ではセルビア人とクロアチア人部隊との間の交戦の影響を受けている。1992年にクロアチア人部隊が撤退すると行政はセルビア人の影響下にあった。1995年のデートン合意によってオジャクは新たな国家であるボスニア・ヘルツェゴビノの都市となるが、1996年の紛争終結までに セルビア人兵士によって街のほとんどは破壊され住める状態ではなかった。今日では街の復興も進み、都市の中心では戦争の爪痕を見ることはないが、郊外の一部では今も見ることができる。2013年には高速道路 A1 号線が開通し、お弱を経由する。サウプセンチフェドレルナセイブザザ・スタ,タタスティク9セプテンバー2009ゴジネ、ね。 ありがとうございます。